マスダチャンネルをご覧の皆様、引き続きまたお話をしたいと思いますが、先ほどはです、ねえー、時間が来てしまったものですから、一旦途中で終わりましたが、これからです、ね、またしばらくお話をさせていただきたいと思うんですが、えー、実は10日ですね、もうじきですけれども、10日からマスダ塾というのをこのインターネットで開催しまして、いろいろなお話をしようと思っているわけであります。 えーまあ、前も前回も前々回もそうなんですがこの増田塾が始まる前の1講座か2講座ぐらいはですねその時点におけるこの株式市場のアドバイスをすることになっているわけであります。先ほど言いましたようにですね外人が先物の,の売りから買いに変わったということ。 それから国際資金がですね、これからアメリカから日本の方へ流れてくるという、こういう一つのですね、動きがあるわけですね。その中で、この日経平均、これからどの辺から、この、どこら辺まで上がるかという話ですね、今ちょうど3万円をですね、つけたところなんですが、私は前からですね、 えー、アメリカの方はですね歴史上始まって以来史上最高値をですねもう去年の初めあたりからもう連続でですね史上最高値をずっと更新してるわけなんですよそれに引き換え日経平均の方はですね、えー、年初来高値っていうのは3万トンで475円ぐらいなんですけどもこの3万トンで400円台までにですねええー やっと今3万ドル一旦下がってですねやっと今3万ドルをつけたかつけないかというところでですね歴史始まって以来の史上最高値3万8975円でしたかそこまではもう程遠い話ですね1万円ぐらい離れてるですねもう先の先の先の話なんですね。 えー、ところがあまあ私はこの日経平均は歴史始まっている以来の史上最高値をつけるということをずっと繰り返していってきたわけです。でそれにはいいろろ国際的な根拠 それから FRB のこれからのですねまあ世界の基軸通貨をコントロールしている FRB がこれからですねもうアメリカのがもうバブル状態になってインフレ化がですね今加速しているとその中にあってですねこの FRB は引き締めができないここで引き締めをしなければいけないけれども引き締めができないそのためにですねなんとかインフレではないというふうにごまかすために 10年ものの国債を買ってですね市場金利を一生懸命下げているわけですねこれはまあこちらで価格操作をやれば向こうからですねまたマグマが <laughs> 上がってきて火を吹くとそうするとまたそこに火消しに行かなきゃいけないっていうようなことを今アメリカが繰り返しているわけなんですよですからお金の方もですねもう行き場がなくなると。 今までそのこんところそうですね、えー、今年に入ってから6ヶ月間アメリカに世界から流れてきた流入してきたこの資金この資金量はですね えー、過去12年間に <laughs> アメリカに資金が流れてきた金額に相当するってんですからもうそれはなんか堤防を切ったようにですねアメリカに資金が流れ込んできていたわけなんですよですからもう堤防がですねもうこれ持ちきれないともうじき崩れるというところへ来ているのが 今の状況なんですよそうするとこの堤防が崩れかけるほど水が溜まってるわけですからその水をですね、えー、砂漠のようにカラッカラに乾い,て乾いた市場があるわけです日本という市場があるわけですから、えー、その乾ききったところへですねいち早くこの堤防が決壊しそうなほど溜まってる水をですね えー、このカラカラの日本の方へですね移動しなきゃならないというこれまた自然の流れなんですよ。えー、この FRB の意思でどうこうするあるいはマーケットの意思でどうこうするという問題じゃなくて水が高いところから低いところへ流れるというごく当たり前のですね、自然現象なんですよ。だだかからら自然現象だからこそ、 この日経平均が史上最高値をつけるという大きな根拠になるんですよ。そしてまた強い理由なんですよ。これ自然現象ですから。ね、人が何か目的を持って株価を上げようというマニペレーションと訳が違うんですよ。もうほ,ほ,っ,とほっとくとです、ねえー、水がですねどん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 日本のバケツの中に入ってくるって話なんですよ。まあ、そういういでですすねね、えー、ことをです、ねえー、ごく 手に取るようにかつ分かりやすくですね、えー、皆さん方に解説をするというのがですね次の増田塾なんですよまあ、これは経済の話なんですがその他にですね政治の話もありましてまあ、日本で新しい政権ができますがあまあこういう時にですね また、ロシアのプーチン大統領が北方領土4島ありますがこれも含めてですねこれをまあオフショアというかタックスヘイブンにするんだとここでやった事業キャピタルゲインとかいろいろ所得税とかそういうものを全部免除してあまあ向こう10年間ですけどね免除してそして国際投資を促すということをこの間ウラジオストックのですね東方経済フォーラムというのがあるんですがそこ ここでお話をして、日本を名指しでね、日本その他と言ってましたけども、日本その他の国がですね、この、うんえー、タックスヘイブンを利用してですね、どんどん投資することを歓迎するとまあ、こういう話なんですよ。まあ、これは考えようによってはですね。 まあ日本は北方領土4島をですねえ返還してくれなければ平和条約は結ばないということをかたくなに主張しているわけなんですがまあ私に言わせると。 少し頭がどうかしてるんじゃないかと思うんですがあんな石みたいな、まあ、これから世界から投資を求めて経済投資を促すということですから価値がないわけはないんですけどもあんなこの島の経済価値なんていうのはほとんどないというふうに私見てましてそんな経済価値のないものを4とまとめて返さなければ 平和条約を結ばないといとうこの発想考え方が相当何と表現していいかわからないんですがうーんまあ一体理,日本理性が一体どこにあるんだと日本に一体理性がどこにある損得勘定はできないのかということなんですよ。 ロシアと平和条約を結,結んでいないということは、まだ戦争状態が続いているということなんですよ。戦争状態が続いていると、ると国連憲章の中にある敵国,条敵国条項というのがありまして、これによってですね、敵国条項というのは、日本の安全保障を脅かすことを、鼻だしいんですよ。どういうことかというと、分かりやすく言ったら、北朝鮮がですね日本は危険な国だと。 いうふうに判断すれば、国連の許可なしに、安全保障理事会の許可なしに、北朝鮮は日本に軍事行動が取れるということなんですよ。だから、へりくつでも何でもいいんですよその、その地域の国が、日本は危険だと判断したんですから、ね、だから北朝鮮がそう判断したら、北朝鮮は日本に軍事行動を取れるんですよ、それはまあ中国についても同じであって、まあ、尖閣諸島の問題がありますけども。 ね、尖閣諸島は沖縄だと言ってですね、えー、日本の一部ですから日本の一部だということになればアメリカ軍が基地を作ってもいいということになるわけですからあくまでも可能性の話ではそうなるんですよならばそれを防ぐためにですね、うんえー、安全保障理事会の許可なしに 中国が尖閣諸島あるいは沖縄に軍事行動を取ってもいいですよということになるんですよこれが敵国条項なんですよさっさとロシアとそして北朝鮮と平和条約を結べば、ね、日本の安全保障につながるんですよ、ね、だこういうことを皆さん知ってないんですかね 政治家の方は知ってらっしゃると思うんですが、敵国条項なんていう国連憲章の <laughs>、まあ条項ですからね、それぐらいのことを知らないと政治家にもなれないし、政治だなんて生意気なことを言ってられないんじゃないかと私は思うんですが、まあしかし現実、日本の現実は <laughs>、 どうかというとプーチン大統領がそういう提案をしたら茂木さんですかあ日,本はその日本には日本の事情があってそのプーチン大統領の提案は受け入れられないなんて、えー、記者会見で言ってましたけどもまあ 無敵さん本当に知らないんなら気の毒だと思いますけど知ってると思いますけどね知っていながらそういうことを言わなきゃならないっていうのは気の毒な話だなと私は思っておりますがねまあ,あそういうようなことも含めてですね、えー、これから先の世界の世界がこれから先どんどん、えー、変わっていく <laughs> まあ リセットと言いますけども考え方もそれから制度も全部これから変わらなきゃならないんですよ、まあ、そのために、えー、新型コロナが起きたといえばそれまでなんですが、まあ、そういう中でですねこの世界の,この変化を手に取るようにしっかりと理解していただかなければならない。 えーまあ、政治家の皆さん方はもちろんですがその前にこの塾生増田塾の塾員塾生はこれから世界これから日本の中でですね指導的な立場になる皆さんですからまず皆さん方がですねこれから2024年までのこの世界の変化ものの考え方の変化制度の変化こういうことをしっかりと頭の中に入れて いいたただきたいそのための、まあ、増田塾なんですね。ですからまあ投資家の方々 はですね、これから先どうなるかということを知らなければさっき言ったように日経平均が3万8975ドルになるそれまでのですねよう曲折がありますがそれまでのいろいろプロセスというものをですねしっかり頭の中に入れておかないと間違った投資をすることになりかねない。 そういうことも含めてですね、えー、皆様方こぞってこの増田塾に参加をしていただきたい今までの増田塾の塾生の皆さんはもちろんのこと塾生でなかった方もぜひともこの機会にですね増田塾に参加して勉強していただきたいご自分のためですからぜひ勉強して,していただきたいというふうに思っております。<laughs>